やあ、バレンタイン。俺の頭の中で探しているものが見つかるといいな。俺は正しかった。冷凍されてる時にあんたを殺しておけばよかった。なんだと？なんだって？何の話をしているんだ？大丈夫か、ニック？ああ、問題ない。どうして？今、まるでケロックみたいな話し方だった。俺が？ああ、あまりは記憶の印象が少し残るかもしれないと言っていたが、とにかく問題はない。進めよう。それともダイヤモンドシティに戻るか。あんたにはもう仲間がいるんだから。輝きの海に向かう必要がある。何かアドバイスは？人造人間には放射能は大した問題にならないんだが、そのパワーアーマーはあんたの探している守護天使になってくれるかもな。それか化学製品ディーラーが抱えているラッド X とラッドアウェイを買い占めるのもいい。行くぞ、ニック。ここまですごい乗り心地だった。次はどうなるんだ？みんな集まれ、やり返そうぜ。太ったやつを撃て。さあ、みんな自分のことをやってるのはわかる。だが大事なこと。フィンのことは残念だった。次にスーパーミュータントが攻撃してきたら、あいつがいないのが惜しまれるだろう。おや、新顔さんか？どうかしたのか？自分の話をして、ハンコック。好きな話題だな。この町に来たのはだいたい10年前くらいか。その時はまだツルツルした肌をしていた。このコミュニティの柱になろうとして忙しかった時、俺は手当たり次第に薬をやり始めた。まだ若かったんだよ。見つけられた薬物は何でもやった。エキゾチックなものはなお良かった。最後にこの実験用の放射能薬物を見つけた。この種の薬物は最後の一つだけが残っていて、最後の一つが当たった。あの灰は体験する価値があったぞ。ああ、今は副作用に苦しんでるが、不死になって文句を言うやつがいるか？死なないのか？正確には違う。グールはとてもゆっくり年を取るだけだ。放射能に何かあるんじゃないか？誰も知らないが。最悪の冒険家だな、ハンコック。命は一つだ。何でも試してみる価値はある。ところで、他に何か必要だったのか？この町についてもっと教えてくれ。グッドネイバーについて。結局ここにいる奴らが全てなんだよ。わかるか？薬物中毒者だったり、不適合者だったり、トラブルメーカーだったりするが、だからこそ愛してるんだ。ここでは誰もが自分の人生を生きてる。自分のやり方で。避難したりしないさ。さて、他に何かあったか？インスティチュートについて話しているのを聞いた気がするんだけど。スピーチを聞きたいのか？時々やるんだ。聞いてもらえるときはな。あの人造人間メーカーにグッドネイバーは立ち入り禁止だって教えてやりたいんだ。この町では誰も取り替えられたりしない。おいおい、何が必要なのかって話をしてたんじゃないのか？何をしに来た？どうしてインスティチュートは人々を取り替えるんだ？知るか。頭を混乱させるため？影に隠れて我々を操るためか？それともできるからやってるだけかもな。インスティチュートがどこにあるのか、どんな奴らなのか、どうして奴隷を操作することにしたのか、誰も知らない。だが、あれは存在する。はっきりさせよう。グッドネイバーでは、誰でも歓迎される。人造人間だろうが、グールだろうが、スーパーミュータントだろうが関係ない。おとなしくしてる限りはな。だが言わせてもらおう。インスティチュートに操作されてる人造人間はおとなしくなんてしない。これについては終わりだ。他に必要なものは？仕事を探しているんだ。仕事か？うん。そうだな。偵察をする必要がある。ピックマンギャラリーと呼ばれている場所について妙な話がたくさんあるんだ。そこはレイダーのテリトリーなんだが、奴らは沈黙していた。罰の悪いジョージの後の沈黙みたいなものか。そこを偵察して様子を教えてほしい。ビッグマンギャラリーについて他に何か知らないか？何もない。だからこそ金を払ってそこに行ってもらうんだ。俺には興味があるので金の話をしよう、ハンコック。分かった。普段の報酬は200だが、お前は好きだ。だから250まで上げてやろう。そこの奴らは沈黙してるって言ってたな。要するに犯したくないリスクがもっとあるってことだ。言ってもらおうとしている場所が好きでな。300にしよう。ピックマンギャラリーの偵察、行ってくるよ。いいな。完璧にやれよ。ちょっと見てきただけだったら金は払わないぞ。そこで本当に何が起きているのか調べるんだ。なあ、ちょっと聞きたいことがあるんだが。どうかしたのか？こっちも同じことを聞こうと思っていた。そのあんたに起きたことについてなんだ。あんたの家族にいろいろあっただろう。だから大丈夫か知りたいんだ。なぜそんなことを聞く？自分の変化になかなかついていけなかったんでね。ここまでたどり着くのに随分時間がかかった。ダイヤモンドシティを見つけてほっとしたよ。確かに欠点はあるが、連邦ではピカイチだ。もちろん着いたばかりの時だって人々はインスティチュートを恐れていた。今だってそうだが、当時ほどではないかもしれない。当時はまだ CPG の大虐殺の記憶が生々しく、みんな壊れたマスクが心配で夜も眠れなかった。妨害行為をしていると大勢に思われていた。原子炉のメルトダウンか飲み水に毒を入れるかするためにやってきたとね。でも当時みんなは俺を拒絶できなかった。壊れたマスク？この町に来るずっと前の話だ。紳士っぽい男がダイヤモンドシティに現れ、パワーヌードルに向かったらしい。あの食べ物が気に入らなかったんだろう。ピストルを抜き、喜んで食べてる連中に発砲したんだから。セキュリティが奴を蜂の巣にして倒した。サーボとスプロケットだらけだったそうだよ。俺と同じようにね。どうも誤作動で暴れたらしい。人造人間の外見が俺のようではなく、みんなに似てきたと人々が気づいたのはその時だった。彼らが経験してきたことを考えると、受け入れてもらえたのは運が良かったとしか思えない。CPG の大虐殺？なんだそれは。CPG は連邦暫定政府のことだ。何年も前、移民グループが連合を作ろうとした。ちょっとでも勢力のある居住地には代表を送り、話し合いで合意を得ようとした。だが、インスティチュートも独自の代表を送り込んだ。人造人間だ。奴は集まった代表を全員殺した。連邦暫定政府はスタートする前に終わっていたのさ。その後は町に長居しなかった。とっとと消えろと言われなくて運が良かった。なぜ受け入れられたんだ？市長の娘を助けたからさ。15歳ぐらいで当時の市長ヘンリー・ロバーツが可愛がっていた自慢の娘さ。ミス・ロバーツはある晩知り合ったキャラバンの一人と駆け落ちしようとしたんだ。その男は誘拐団の一員だと分かった。泣いてる少女と4人のゴロつきに出くわした時、自分が一体誰を助けようとしているのかわからなくなったよ。彼女を自宅に返してやったら、市長から英雄と言われ家を与えてもらった。俺のことをスパイだと言って抗議する人が大勢いたが、市長は信じなかった。町に入ったら油断できないと最初は思ったが、自分が何者かを隠そうとはしなかった。それが良かったみたいだ。あんたは一人で4人倒したんだろう？倒すまでもなかった。当時人造人間は今ほどの能力があることを知られていなかったんだ。自爆装置が取り付けられていると言い、ピーピーとやり始めたらさ、連中は互いに仲間を踏みつけ必死に逃げようとした。笑いをこらえるのが一番大変だったよ。あんたはスパイじゃないんだろ。もしもし、ハローインスティチュート、聞こえてるかい？知るか。スパイなら連邦の逃亡者全員の血を集めるっていうインスティチュートの計画は難なく成功していただろうよ。馴染みにくかったか。確かに楽じゃなかった。誰もしたがらない仕事に取り掛かったんだ。ダイヤモンドシティで何でも屋をやるのは廃墟にいた時より疲れたね。でも俺が市長の娘を助けたことをみんな忘れていなかったんだと思う。だから誰かが行方不明になると助けを求めてくるようになった。女房が新しい愛人と駆け落ちし家賃を持ち逃げした。じゃあ人造人間に相談しろ。父親がうろたえ真夜中に子連れでグッドネイバーに引っ越すと言っている。爆発後にそんなことをするなんて愚の骨頂だ。ニックを呼んでこい。そのうち引っ張りだこになって便利屋の仕事を頼むとも言われず使われるようになった。あの頃はとても楽しかった。まだ料金を取り始める何ヶ月も前のことだった。人造人間ニックを辞めたつもりはないが、みんなは探偵ニックとして会いに来てくれた。いろんなことがようやく普通だと感じられるようになったのはその頃だった。居場所は自分で作るものだと気づくのに随分かかった。ある程度の時間と努力を費やせばここだってほっとできる場所になる。長々と話したが役に立てばいいと思ってな。先に進むか？さて若い頃は変なものをたくさん見たが、空。役に立つものはあるかい？あばよ！これが最後だと思う。誰か見てみる。あとこれくらい残っている。あんたのために明かりを消そう。大丈夫か？もう手を染めている。汗をかいていない。かこうと思ってかけるわけじゃないが、かくれんぼしている。雨でかかっては来ないだろう。成功しています。誰かいるのか。他に誰もいないとは思えない。援護するぞ、動け。